リフ春古巨リフ春は中華人民共和国の政治家。東務では中央初期どころ初期、中央政治局常務委員会委員を歴任。中央政府においては国務院副総理、国家計画委員会主任を歴任。夫人は中華全国婦女連合会主席を務めたサイトオールである。1900年5月22日、湖南省調査に生まれる。調査では幼少期と 学生時代を過ごし、長軍中学から1919 19年に毛沢東らが組織した留美二区学生の一員としてフランスに渡る。1922年に中国共産党パリ支部にて中国共産党に加入し、1923年にサイトールと結婚する。1925年にソビエト連邦に渡り学び、同年中国に帰国する。 1926年、国民革命軍の北伐に加わり、第二軍党代表権政治部主任を務めた。国境分裂後、厚生省の中国共産党根拠地に入り省、委員会代理書記を務める。その後、反包囲討伐戦争、朝鮮、日中戦争、第二次国境内戦に参加し、共産党が中国本土全体の権力奪取するのに、重要な貢献をした。 1934年、調整に加わり、皇軍総政治部副主任、皇軍第三軍団政治委員を務めた。延安に到達後は、戦艦令返駆等委員会初期となる。日中戦争期は、中国共産党中央秘書長、中国共産党中央組織部副部長、財政経済部部長、弁公長主任を歴任する。第二次国境内戦期は、 中国共産党中央政万文局書記、中国共産党中央東北局常務委員、副書記、東北人民政府副主席、東北軍区副政治委員を歴任する。中華人民共和国成立後、政務院政務委員、政務院財政経済委員会副主任、中央人民政府重工業部部長、国家計画委員会副主任、主任を歴任する。 1954年9月29日、国務院副総理に任命。第2期から第4期まで全国人民代表大会代表に選ばれている。党務では、1956年9月28日の第8期一中全会において、中央政治局委員に選出され、1958年には第8期中央初期どころ初期を兼務した。 1966年から第8期中央、政治局常務委員会委員を務めたが、第9期、第10期は、1960年に、李が提案した経済の調整政策が批判され、選ばれなかった。中央委員会委員だけは、第7期から第10期まで務めた。文化大革命では、李が提案した、経済調整政策が実験派とみなされ、政治眼圧を受け迫害された。 1975年1月9日北京にて病没する。75歳であった。建国初期において中央政府が経済開発計画を立てる上で重要なポストを担った。第1次5か年計画では急激な社会主義化を進めた。高校自殺後国家計画委員会主任に昇格し、その後も計画経済の立案指導に当たったが、 第2次号カ年計画は、毛沢東が深く開催し、農業、工業の大増産を基とし実施された、いわゆる大躍進政策である。その結果は、大失敗に介し、多くのが死者を出すこととなりけの失脚につながった。国民経済の大幅な後退からの復興を狙い、1960年8月、リフシュンは国民経済調整提案を提案した。 しかし文化大革命期には、左派からその経済政策が実験派的であり、反革命的であるとして政治弾圧を受けた。歴任国務院主要領導人名探中京八、届け一中全会選出新的中央机。ありがとうございます。